パブロセサルアギラールベニテスはパラグアイル家出身のサッカー選手。クルスアースル所属。パラグアイ代表である。ポジションはディフェンダー。2015年にメキシコの市民権を取得した。2004年にスポルティボルケーニョからデビューし、アペルトゥーラ2007でプリメーラディビシオン優勝を飾った。2008年にアルゼンチンの CA コロンに移籍し、2009年に メキシコのサンルイス FC に移籍した。2010年にはアルゼンチンのアルセナル FC にレンタル移籍した。2012年にクラブティフアナにレンタル移籍し、その後完全移籍となった。2013年12月18日、クラブアメリカへ移籍した。2017年5月8日、コパメキコのティフアナ戦で出身のフェルナンドエルナンディスに頭突きをし、 当初は10試合の出場停止処分を課せられた。しかし、審判協会が控訴し、認められなければストライキを行うと宣言したことにより、最終的には1年間の出場停止に変更された。この処分に対し、3月31日にスポーツ仲裁裁判所へ控訴し、結局10試合の出場停止となった。2018年5月21日、クルス・アースルへ移籍した。 2007年にパラグアイ代表デビュー。2012年10月16日の 2014FIFA ワールドカップ南米予選、ペルー戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。